皆さんこんにちは、おちょうさんです。はい、お待たせしました。今回もですね、アルトワークスのエンジン卸の続きをやっていきたいと思います。前回なんですけれども、足回りをちょっとバラしたところで終わってしまったので、今回はその続き、ドラ車を抜いて、でその後ボンネット内の配線とかをいろいろ取れるところは取って、ラジエーター抜いてとかですね、まあ、そこら辺の、準備をやっていきたいと思います。次回にはエンジンしっかり下ろせるように頑張ってやっていきたいなと思っておりますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。もう最近花粉がすごくてですね皆さん花粉症ひどい方いらっしゃいます？あんまりそこまで花粉症ひどくないんですけれども、それでもですね結構鼻には来てまして、ズビズビしちゃってるので、もしかしたらちょっと動画の最中ね、鼻ズビズビしちゃっててお聞き苦しいところがあるかもしれないんですけれども、ちょっとねご了承いただければと思います。しっかり薬を飲んで春乗り越えていきましょう、うん、ということで今日も早速一日頑張ってアルトのエンジン下ろしの準備やっていきたいと思います。じゃあまず最初にナックルを外していきたいと思います。前回ハブロックナットを緩めておいたので取ります。なんかここ止まってるな、何ミリだろう。一気にやっちゃおう。なんじゃこりゃ、なんか謎の紐みたいなのが出てきました。え、なにこれ。え、あ、なんかコイルですね。バネ、すっごいちっちゃいバネみたいな、こう伸縮性があるやつですね。こんな感じでドラシャが刺さってるところ、ちょうどこの部分にこの謎の紐が入ってました。なんなの。ちょっと助手席側も確認してみよう。もうブーツはとりあえず交換するんで、とりあえず力ずくで外しちゃおう。あ、取れた取れた。そんな力もいらなかった。ちょっと噛み合わせが悪かったのかな。 OK で、ナックルも引っ張れば、よし、取れた取れた。はい、じゃあナックルが取れました。 OK、 はい、じゃあ助手席側も外していきます。お、こっちはめっちゃ簡単に抜けた。なんか運転席側だけ収まりが悪かったのかな。ほい、はい、じゃあこれで助手席側もナックルが取れました。あ、出てきた。こっち側も出てきましたね、先ほどのリングが。なんかここにこういう感じで入ってたみたいですね。ドラ車の抜け防止のやつなのかな。なんかそんな感じがしますね。向こうのは切れちゃったんですかね、ごじょごじょやってる時に。こっちはちゃんと使えるようになってます。これもじゃあ発注しないとだね。あとついでにベアリングもですね、交換しようかなと思ってるので、ベアリングも交換します。まあ念のため、もう年式古いんで交換しときましょう。どこだっけ。あ、抜けそう。おいしょ。あ、オイルもそんな垂れてこない。はい、ドラ車抜けました。軽い、めっちゃ軽い。もう Z とかステップワゴンのドラさんに比べたら全然軽いですね。これじゃ筋トレにならんな。じゃあ次助手席。はい、じゃあ助手席側外していきたいと思います。お、抜けそうじゃない。よし、 OKOKOK です、抜けました。はい、ではですね、足回りが、まあ、一通りちょっと部品外し終わりましたので、次にどうしようかなと思ったんですけれども、一回このボンネット内の配線とかカプラーとか
あと外さなきゃいけない部品とかを一回見える範囲取っちゃって、その後に下の、メンバーだったり、まあ、その他部品を外してエンジンを下ろすっていう流れにしようかなって今ちょっと考えたので、今回はまず最初にエンジンルーム内の配線系とか、まあ、そういったのを取っていきたいと思います。でまずどっからやろうかなって思ったんですけれども、もういろんな目に見えるところ全部手つけてったらごっちゃごちゃになりそうなので、もう私絶対ねテンパるの目に見えてるので、この運転席側、私から見て左側ですね、左上からねこうこっち側にこう徐々に徐々にやっていこうかなと思います。でちゃんとマスキングテープとマッキー用意しましたので、外したところとところでシールをつけて A と A、B と B、C と C みたいな感じでちょっとねやっていきたいなと思います。よし、じゃあやるか。じゃあまずはこの左上、よし取れた。で、はい、こんな感じでやっとけばもう絶対もうね小学生でも分かるっていうような感じ、もうこんぐらい分かりやすくやります。私絶対テンパるんで。うちの下はこれですね、これとこれっぽい。よし、これが B。汚い、入り口になんかすごい汚れが溜まってますね。うわ、取れた。これが C。 うわ、これもすごい汚れてますね、入り口が。うえ、これ取っちゃおう。じゃじゃん、これはエアクリかな。わーお、ゴミ溜まってますね、結構汚れてます。面白い、こんな形のエアクリなんだ。取れた。ん、何これ、なんかちょっとメーカーさん、パワー読めませんでしたパワーなんとかっていうメーカーさんのエアクリなのかな。アミアミとモケモケです。エアクリも変えましょうね。 HID のバラストか、ここにくっついてたんですね。そう、この車ライトがね HID に変わってるんですよ、ハロゲンから。こっち側行くか、次。意外と簡単に音が動いた。取りづらい、取れた。OK、これが D。 じゃあ先にですね、バッテリーを外したいと思います。スズキは遠ミリで全部いかないんだっけ。いかないんだよね、確か。バッテリー取り外し。よし、じゃあ続いてこれのカプラーなんですけども、なんか裏側につまみがあるけど、なんですかこれは。抜けそう。簡単に抜けるじゃん、結構簡単に抜けました。 OK、 じゃあこれが E。 バルブ取っちゃおう。
もう多分このライト使わないし。これが外せたと。これか、ここか。気づかなかった。めっちゃくっついてる。よし。オッケー。お、抜けた。オッケー。これはいらないので処分します。さよなら。次どこ外すか。ここらし、ここら辺っぽいな。よし、じゃあこのインターコーラーを外しちゃいます。どんどん部品を取っていかないと見づらくなっちゃうので。めっちゃひび割れてるホースも危ないですね、これは。よし、取れた。よし、取れた。インタークーラー取れました。じゃじゃん。お、これでだいぶ見やすくなりましたね。抜けてください、お願いします。 OK、 取れました。おりゃ、よいしょ。 OK、 バッテリーカバー。では次にラジエーターコアを外したいと思います。よいしょ。わあ、ちょっとお水出てきた。ちょっとこっちにいてね。君はこっちにいてね。こぼれちゃうかな。大丈夫でした。よいしょ、OK。ロア抜けた。コアが外れる。よし、取れました。ラジエーターコア取れました。ちょっとね、まだ水が入ってる。チャポチャポ音がします。オッケー。これでまたさらに見やすくなりましたね。もうすぐ下にミッションが。じゃあここのホースも取っちゃいます。よし、オッケー。
印つけとこう。はい、ちょっと作業進みまして、このバッテリーの下にあったこの底板ですね、これ外しました。はい、こちらで、なんかこちらのホース私外した記憶ないなと思って見たんですけど、先端がかなりねこういう風にひび割れてしまっていて、どこのホースなんだろう、外した記憶ないぞと思ったんですけど、多分位置的にここら辺ですよね、この子にこうくっついてたホースなんじゃないかなと思うんですけど、もうねこんな感じで先端が完全にお花咲いてるみたいな感じで割れてしまっていて、で、もともとこれはついてなかったのか、それとも経年劣化でこういう風に割れてしまって取れちゃったのかがちょっと分からなくて、前のオーナーさんがわざと外したのか、それとも経年劣化で取れちゃったのか、謎です。これね私見ましたよ、産休整備士の授業の教本に書いてありました。この形はおそらくディストリビュータだと思います。このね頭がこうちょんちょんちょんって出てる丸い感じ、このねボディ側っていうんですかね、こっちのボディ側についてるのがあるので、これをね1本外します。あ、意外と簡単に外れました。あ、なんかこういう風につながってる、刺さってるだけなんですね。 OK、 じゃこれもちょっとシール貼っときましょう。謎の改造されてるんだっけ、これタイラップか、タイラップ切っちゃっていいかな、これ。よし、よし、取れた。なんかすごい油切ってますね、ここは。ああ、取れた。これはなんかディストリビュータにつながってるセンサーみたいなやつです。バッテリーのこれ今ヒューズボックスを外しましたんで、よいしょ、これもね外さないと取れなさそうなんで全部外します。頭がごちゃごちゃになりそう。これつけといて。あ、取れた。あ、取れた。よし。なんか左側から順にやってきますって言って、結局右側をの分かりやすいところから進めてしまいました行ったことができていませんでしたまあでもこれでだいぶ見やすくなったんじゃないですか。このミッションの上のあたりとかほとんど外して、あともうちょっとねこっち側のボディ側にここら辺のホース4つぐらいと、あとクラッチ、クラッチんとこすごいですね、めちゃめちゃオイルが漏れちゃってるし、なんか実際にこうクラッチをね踏むとこの部分がこうキュイッキュイッってこう縮まったり伸びたりするんですけどね、それも実際に見ることができたので、なんかこうだん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 アルトワークスを丸裸にしていく感じがねすごい面白いです。そう、ディストリビュータとかもあれですね、産休の整備士試験の時に 4AG のエンジンバラした時についてるものしか見たことなかったので、こういう感じでついてるんだなって、違う車のもの見ることができてねすごいね楽しいし勉強になってます。もうちょっとでエンジン降りそう。ベルト外してコンプレッサー外して、あとここら辺のボディ側についてるホースなんですけど、この後ろにあるホース類がね見えないんですよね。この見やすいところはすぐ取れそうなんですけど、ここちょっと試行錯誤すればもうエンジン降りそう。このホースだけ今回外しちゃうか、見やすいホースだけ。ちょっとまた時間もいい時間になってきたんで、お腹もそろそろお腹も空いてきました。よし、もう全部ホース固着してる、全部固着だよ、大変。これこのホースの固着を取る作業が一番嫌ですじゃあ
こちらのホースを外していくんですけど、多分上のホースが燃料が通ってるホースだと思うんですよ。でなんかちょっとねモニョモニョやってたら漏れてきて、すごいガソリン臭いので、おそらく上のホースが燃料ホースだと思います。取れた。よいしょよいしょ、 OK。 ちょっと燃料が噴き出しましたね。あー臭い、めっちゃガソリン臭い。きつかった、めっちゃきつかった。 OK、 じゃあ無事燃料ホースも取れました。2番。 OK です。じゃああらかた外せたんじゃないでしょうか。もうちょっと時間も夜になってしまったので、今日は一旦ここで作業を終了して夜ご飯食べたいと思います。いつもいつも進みが遅くてごめんなさい。まあでも最初に比べると結構ね外れたんじゃないかなと思います。そしてオイル漏れがひどいっていうのがね、もうどんどん外していくとさらにさらに分かるようになってきましたね。やっぱヘッドガスケットなんかな。これはやっぱり一回パカッと開けてみたいですね。次回は、今日取れなかったホース類取って、コンプレッサー取ってエンジンマウントを外してエンジンを下ろせるように頑張ってやっていきたいと思います。ということで次回またお楽しみに。次回は絶対エンジン下りると思います。お楽しみに。バイバイ。